今日は音が一つになるように、二つですよね、パンパンと。これも二つですよね。それを一つの音になるように、そんなのを気をつけてやってみました。あと滑ってる時に肩幅よりちょっと広くなりすぎてるんですよね、足の幅が。それもあの肩幅と同じスピードで、同じ幅で滑れるように、そこに注意してやってみました。あのレールに乗る前のテイクオフする時に足がちょっと離れてしまってる、なるべく足をくっつけてそのまま音が一つになるように、パンパンでなくてパンッとの時に一つの音で乗るように、それに注意してちょっと今日はやってみました。あとはですね、このソールっていう、ソール足、靴の裏を使ってやるやつ、これね最初形だけ練習したんですけど結局ねやらなかったです。これもね一応ね次回はね少しやってみようかなと思ったんですけど、思うんですけどこれね倒れちゃうんですよね。でも後で見たらこのソールでやるやつは最初みんなほぼほぼ真後ろから来て飛び乗ってるんですかね。僕ね何回かこれちょっとやってみたんですけどね、まあちょっとね今日気になってるのがこの前回黄色い古着屋で買ったシャツがよく色が生えてたもんですからピンクの服も買ってみたんですけど、ちょっとそっち系の感じに見えてしまうのがね、まあでも可愛いんでいいんですけどね。まあちょっとね、わかりますよ、音を一つになるように、んーパンとカチャカチャっとならないように、それに気をつけて、あとは肩幅が足の幅がほぼほぼ肩幅と同じ状態で滑る、あとはスピードをつける、スピードをなんかニョロニョロニョロってなくてシュッと、一応これ 4m あるんですけども、前回の動画と比べると滑り終わるまでの時間が半分ぐらいのスピードじゃないですかね、ということは倍ぐらいのスピードが出て、できてるんじゃないかなと思います。まあね、一つ一つ今日はねちょっと短い時間で、前回転んだところのお尻のが痛いもんですから、短い時間での練習でしたけども、まあ、そこのいくつか3つぐらいポイントを作って練習してみました。